か。重い。小太郎、重いからどいて、そろそろ起きるぞ。休みだからっていつまで寝てるんだい。さっさと来るんだよ。すいません、今すぐ起きます。それから小太郎、お前はこっちだ。体がだるい。もじゃ。このレモンをここにちょいと絞るのがお前の仕事だ。うん、やっぱり私がやろうかい。うん、ちゃま、薬だ。へこたれないね。眠っているうちは寝かせておやり。疲れが溜まってたんだろうさ。お願い。小太郎。何これ。多分レモンの汁だね。あんなことはいいからお飲み。小太郎が いただきます。小太郎まで連れて行かないでくれてありがとうございます。あ、それじゃそろそろお前は部屋から出ん。兄ちゃんもお前に風邪移したくないし。多分食べられます。それなら食べられるだけ食べてゆっくり眠って、ポカポカと心の中から温まって。